ベトタブレットのカメラに向かって顔を動かしているこちらの男性よく見ると男性の顔の動きに合わせてベートーヴェンの顔も同じ動きをしていますこのアプリディープフェイクという AI の技術を使って開発されたものです <laughs> まあ一つはですね、顔を認識する技術と 3D で5万点以上のポイントをトラッキングしててでまああのその表情を反映させている。先月この技術を使ってテレワークで使うことを想定した新しいアプリを開発しました。テレビ東京の記者がこのアプリを使って先輩とビデオ会議をしたところ、意外な人物の顔が。私は。 今ののアメリカ大統領のドナルドトランプですトランプ大統領のように、今、多分そちらには見えてると思うんですけれども、実は今、私がしゃべっていたんですよコロナ禍でビデオ会議の利用が広がる中、自分の顔を映すことに抵抗を感じる人も多く、このアプリでストレスが軽減できるといいます。 他にもアプリにスーツ型の写真をあらかじめ読み込ませておけば、ビデオ会議に寝起き姿で参加することもできます。誰もがですね、あのどんな形の映像でも作れるようなっていったところを目指して、まあそのまず最初のステップとしてやってゲームや映画をはじめ多くの分野で応用されるディープフェイクですが、悪用される例も多く確認されています。先月三十日。 警視庁と京都府警などは、ディープフェイクを使った歪説動画の一斉摘発に乗り出し、男3人を逮捕しました。3人は女性芸能人の顔写真を数万枚集めて AI に学習させ、アダルトビデオに出演する女性の顔とすり替え、ネット上に公開したとみられています。ディープフェイク関連の摘発は日本では初めてです。 3人のうち熊本県に住む大学生の男は自身が運営する月額300円のウェブサイトにわいせつ動画をアップロードすることでこれまでにおよそ80万円の収益を得ていたということですこうしたディープフェイクによる被害は世界で拡大していてアメリカのオバマ前大統領やフェイスブックの創業者、ザッカーバーグ氏などのフェイク動画が確認されています。 オランダのサイバーセキュリティ会社によりますと今年6月にインターネット上で確認されたフェイク動画の数はおよそ5万件この1年半で6倍以上になっているといいます<う>警察は被害の拡大を防ごうとしていますが情報セキュリティに詳しい岩澤春道教授はフェイク動画の捜査には壁があるといいますツイッターだとか例えば YouTube だとかそういうところにディープフェイクでかつ他人の顔とか動画を使って勝手に作ったようなポルノとかをねそういうのは投稿された時にそれをじゃあ投稿者自身に対して捜査は国内にいればできるのかもしれませんが海外の事業者に対してその捜査の協力を求めていくっていうことが現実的になかなか難しいそういう問題がありますね。 フェイク動画は海外の SNS やサーバーにアップロードされていることが多く、日本の警察の捜査が及ばないといいます。さらに湯浅教授は今後ディープフェイクがある犯罪に使われる恐れを指摘します。まあ日本で一番懸念されるのはやはりあの振り込め詐欺じゃないでしょうかね。ある人の声をこう入手して、でそれをその人にち近い声を合成で作って。 そそしてそれを振り込め詐欺に使うとかやっぱりその生体認証突破みたいな部分もクリアできちゃう可能性っていうのもあるんですかね、うん、まあ例えばその今顔認証技術っていうのはすごくこう進歩をしてきてはいますけれどもそうすると逆にそれを突破するためのディープフェイクの技術というのもやっぱり出てくるかもしれませんね。うん ディープフェイクを使えば、映像だけでなく、実は音声も偽造することができるのです。実際、イギリスではディープフェイクを使った詐欺被害が確認されています。去年3月、犯人がディープフェイクを応用し、幹部の声を偽造して会社に電話をかけ、およそ2600万円を不正に送金させたのです。アメリカのある調査会社は、今年中にもディープフェイクによる詐欺の被害総額が、 2億5000万ドル日本円でおよそ260億円に達すると試算していますこうした中急務となるのがディープフェイクを見破る技術の開発です日本の国立情報学研究所やマイクロソフトがディープフェイクを AI で見破る技術を開発していますが作る技術と見破る技術はイタチごっこなのが現状ですそのため湯浅教授は ディープフェイクに騙されないためには見破る技術に頼りきるのではなくインターネットの情報が全て真実だと思い込まないようにする必要があると言います今後もディープフェイクは日増しに成功になっていくとみられています悪意を持って作られた映像や音声に騙されないよう先ほどお伝えした注意点などを意識するようにしてみてください 最後まで見ていただきましてありがとうございます。これを機にぜひともこちらへの登録をお願いします。画像をクリックしますとテレビ東京の経済ニュースをもっとチェックすることができますよ。どうぞよろしくお願いいたします。